自分の幸せを願ってくれる人と関わりましょうというのも結局自自分分のの関関わる人間関係いいううはでで選んでいきましょうそして僕たち人間の日頃の習慣とか考え方っていうのは日頃関わっている人たちで決まるわけなんですよねだからタバコ大好きギャンブル大好きアルコール大好き自分磨き大嫌いみたいな人たちと一緒にいると自分も腐っちゃうわけなんですよこいつら頑張ってないから別に自分も頑張らなくていいやっていう風にねそして 僕たたちの人生に残された時間は有限ななわけなんですよどうでもいいですと過ごすと残りの人生で大事な人と過ごせる時間がその分減っちゃうわけなんですよねだから人間関係は自分で選んでいきましょうそして必ず裏切る人間の特徴としてあの自分の幸せを願ってくれない人僕たちの幸せを願ってくれない人が挙げられるわけなんですよねあの心の奥底で「うわ失敗しろ」みたいなふうに思っている人たちですねであのそもそも僕たちも身の回りで友達 にカテゴライズされるけどこの人にいいことがあっても何も嬉しくないみたいな人とかいるじゃないですか結局その人の幸せを願いなかったら自分はその人のことを大事に思っていないという何よりの証しなんですよねであの自分の人生自分の現実から目を背けている人間ほど諦めている人間ほど他人の人生に口を出したがるし足を引っ張りたがるわけなんですよだから誰かが成功したら羨ましいなっていうふうに思ったりあの畜生っていうふうに陰口を叩いたりするわけなんですよね だからこそその人に幸せまあ人に愛されたければまずは人を愛せっていう言葉もありますけどだからあの、良好な人間関係を作りたいんだったら誰かに助けてほしいんだったら日頃から自分がまずは誰かを助けて誰かの居場所になりましょうそうしないといつまでたっても無味乾燥で退屈な人間関係しか待っていませんよという話でした。